皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。本日はアリーク購入品紹介をしていきたいと思います。こちらはコインページから購入したものです。コインを使ってお得に購入しました。コインを使うと 50% オフ前後になる商品などがあるので、コインを使ってお得に購入したものになります。こちら240枚のラウンドのカラーチャートのセットは、通常は500円前後しますが、250円前後で購入できました。これを3セット購入しました。このストーンも普通だと200円以上するものが半額ぐらいで100円前後でストーンも購入することができました。このパーツもコインを使ったので100円ちょっとだったと思います。このパーツはコイン商品ではありませんが、100円しないくらいで購入できました。こちらはスタンパーのセットで80円台で購入しました。以前にも購入したことがあり、スタンププレートがランダムなのですが、前回と同じデザインのスタンププレートでした。スタンパーだけでも100均で買うより安いので良いと思います。最近流行ってるちょっと細めリボンのパーツです。ピンク買ってみました。押し花これも100円しないで買えたはずです。SS2 のサイズのクリアストーンです。こちらのシールも多分1枚60円ぐらいだったと思います。いくらで購入できたか詳しい金額は概要欄に記載しておきますね。こちらは2枚セットのステンシルです。雪の結晶はこれからの季節もまだ使えそうなので購入してみました。パーツ整理整頓するパーツトレイです。こちらは以前にもご紹介しましたが、パーツ収納に便利なので追加で購入しました。通常価格の半額ぐらいで購入できました。2つサイズ購入してみました。という感じで、最近コインでお得なものを見つけるのにハマっています。皆さんはコインで安く買えるの知ってましたか？私は何のためにログインコインもらえるのか最近までよく分かっていませんでした。よく分からなかったけど、とりあえずログインして貯めていました。もっと早く気づいていたらよかったなぁと思います。日々割引金額は違ったりするので、こまめにチェックしてみています。他にお得な購入方法などあれば、概要欄で教えてくださいね。こちら別日になります。フレンチ用シリコン。スタンパーのセット。プレートランダムって書いてあるんですけど、やっぱりこの、同じデザインのプレートでした。3枚も溜まっちゃいました。
こちらは、スタンプ用のジェルです。こちらが、ボールグラッパー。スポンジ挟むやつですね。こちらは、フットケア用のものですね。ちょっと前に巻き爪を広げるやつを購入品紹介で紹介してたんですけども、こちらは広げた後に広げた部分にはめるものです。ネイルチップ、ネイルチップ、以前購入品紹介でご紹介したものはよく見たら端っこの方全部割れてたのに気づきました。今回はバレないで届いたのでよかったです。こちらミラーパウダーです。カラフルなミラーパウダー。カラフルな色を持っていなかったので、赤など最近流行のリボンネイルに使えそうなので購入してみました。赤のみ試しに塗ってみましたが、綺麗にパウダーつきました。今度全色紹介する動画撮りたいと思っています。こちらは猫のシールのセットです。こちらも猫のシールです。こちらカラーチャートです。以前にも購入しましたが、240枚で190円と今までで一番安く購入できました。こちらが背景用の布です。写真撮るときに使います。こちらで以上になります。最近シーンあまりチェックしていないので、シーンの方がお得だよとか、お得情報あったらぜひコメント欄で教えてくださいね。おすすめ商品なども教えていただけると嬉しいです。他に動画のリクエストなどもあればコメント欄で教えてくださいね。本日もご視聴ありがとうございました。フォロー、いいねもよろしくお願いいたします。次回も見てね。